はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は、ちょっとね、またアマゾンさんの方から、キャンプの時なんかに使えるランタン。これはね、2個セットなんですけど、2個入りのランタン、LED のランタンと、で、あと頭につけるね、ヘッド、なんていうんやろ、ヘッドマウントっていうんですかね、作業用の、こっちも LED のライトがちょっと届いたので、ちょっとご紹介をさせてもらいたいんですけど、まあ、届いたのはいいんですけど、メーカー名っていうのがね、ちょっとわからないというね。これメーカー名書いてないんですよね、ヘッドの方がね。どっちもそんなに高いもんじゃなくて、こっちが2000円ぐらいで、こっちが多分1500円とか1400円ぐらいやったと思うんですけど、はい。これは何もやったかな、わからへんな。まあ、これランタンの方がね、LED になっておりまして、まあ、こういうふうにね、スイッチはなくて、これを縮めたり伸ばしたりしたら、まあ、伸ばした段階でね、光るっていう。中にまあ、こういう LED が入っているっていう感じですね。で、なんかね、これ、さっき気づいたんですけども、この蓋の中に、火打ち石が入っておりまして、まあ、困った時にね、火を起こせるってなってるんですけど、絶対こんなん火、起きひんやろってね。火花出るかな、これ。まあ、僕が下手なのかもしれないですけど、多分これは僕では一生火を起こせないような気がしますけど、火打ち石入ってますんでね、かなりお得です。ほんまか。お得なわけはないか。まあ、こんな感じで、まあ、こっちがね、こっち、かいつ、あのー、えっと、さっき、バッテリーじゃないわ。電池をね、入れたんですけど、単三電池3本で、まあ、これをコクーと伸ばすと、まあ、こう、光って、ほんで、伸ばすとそこが明るくなるという。ただね、これ、ランタンなんですけど、ランタンって普通こういう感じですかね。間接照明的な感じがね、キャンプの時なんかちょっと雰囲気が出ていいなっていう感じだと思う。これね、正直ね、直視できないぐらい、もう光を見てしまうとめっちゃ眩しいんですよね。ちょっとこれ ちょっと使い方考えないとうまいこと使えないなっていう感じで。まあ、これ金属あるかな？あ、これ、で、一応、裏に磁石もついてて、まあ、こういう感じでね、金属のところには、こう、くっつけれるようなね、感じにもなっております。はい。まあ、欲しいなと思った方は、同じような商品がいっぱい出てると思うんですけど、Amazon さんで探してください。こんなんやな。これちょっとこれ。これつけながら、こっちも、撮影しよっか。ちょっと雰囲気出すために、ピッとつけとこか。いや、これあかんな。ほんでね、今日はね、ちょっとな、助手のチャッピーくんをね、ちょっと連れてきたのでね、今日はチャッピーくんに手伝ってもらいながら、こっちのヘッドマウントの方は、これね、まあ、角度の方がこう、まあ、つけれるようになっておりまして、で、こっちがね、単4、こっちは単4電池ですね。単4電池3本なんですけども、まあ、段階的にね、こっちの、見えるかな？上の方がスポットのライトで、明るいのと暗いのが設定ができて、で、下の方がね、広角の、LED のバーになっておりまして、で、あとなんか赤の点灯と赤の点滅がするんですけど、まあ、一回ちょっと横を向けて、こんな感じで、押すと明るいスポットで、で、ちょっと暗いスポット、で、広角。おぉ、眩しくてあれやな。広角。で、赤の点灯。まあ、赤の点滅ですね。っていう感じで。うわ。うお、めっちゃ眩しくてあれやな。ちょっと上向けた。この感じがカメラに映っていいね。で、暗いの。で、こう、広角ですね。で、赤。まあ、こんな感じで。きます。まあ、壁に映したら、どこや？こうか。スポット、暗いの、で、これ広角ですね。全体的に。で、赤の点灯、点滅。またね、後からちょっと暗いところにね、持ち込んで、本当に暗いところでも明るいかなっていうのを、まあ、確認したいんですけども、まあ、ちょっと、またこれも仕事でね、もう使えるかなと思って、今回、いただく、送ってもらいました。まあ、またなんか、
ちょっと僕もね、仕事で一応こう見えても、社長 YouTuber、YouTuber っていうほど大したものはないんですけれども、まあ仕事もね、個人でやってますので、こういうのを紹介してっていうので送ってもらったりとかもね、することがあるので、で、まあ、ちょっと少しでも車とかに関係のあるようなものは、このね、チャンネルでも紹介して、全く関係ないやつはね、別のチャンネル持ってるんで、そっちの方でね、ちょっと紹介したりとかしてるんですけど、まあこういうのも仕事、ね、車の整備にもこういうの使えますので、またね、何かあれば、また紹介をね、今後もさせてもらいたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、ちょっと後からね、Amazon の方でも探してリンクも貼るようにしておきますので、またちょっと概要欄の方も欲しい方がおれば、見てください。では、よろしくお願いします。どうも、こんばんは。昼間の方ね、ちょっと紹介をさせてもらったランタンと、頭にくっつけるヘッドマウントの、作業灯のちょっとね、夜のテストに、いつもの、地下道に来ました。今ね、このランタンをつけているんで、まあ、こんな感じなんですけど、結構このランタンも明るいですね。下に置くとこんな感じで、はい。これランタンを消すとね、ここ実はもうめっちゃ真っ暗なんですけど、もうこんなぐらい真っ暗になります。で、ランタンをつけたらこんな感じで、はい。で、反対向いて、ちょっと離れていきますけど、こんな感じですよね。まあ、最近ちょっとこれを持ってね、こいつの散歩をしているんですけど、ね、懐中電灯を持って犬の散歩してても、あんまり変な目で見られないんですけど、こいつを持って散歩をしていると、すごい変な目で見られるんですけど、まあ、そんなことはお構いなしに。で、続いてね、ヘッドマウントの方ですね。こいつの方ですね。ちょっと暗くて見えない。これ、昼間紹介した、こっちのランタンを一度消して、こっちの、結構これがね、今スポットはついている状態です。で、一度押すと、よいしょ。暗くなって、消えた。これでスポット、結構遠くまで照らしてますね。スポットで一度押したら暗くなって、これが今広角の方ですね。ちょっとこれ映らへんな。横長の今 LED が光っています。で、もう一度押すと赤の点滅、点灯ですね。で、もう一回押すと赤のチカチカの点滅で、まあ、こんな自転車にもつけてもいいと思うんですけど、で、真っ暗になって、もう一回つけたら、犬の散歩とかね、ちょっと作業をするには十分なぐらい明るいっていうことが分かりましたので、こんな感じで今回はテスト終わろうかなと思います。いくよ、いくよ、おいで、おいで、いくよ。あんまりね、こいつ言うこと聞いてくれないんですよ。じゃあね。